です。今日は、7月17日月曜日、今収録時間が16時45分なんですが、今日起きたのが僕午後3時くらいで、あまりの暑さに皆さん死んでませんか？これ命が危険になりますね。これね、やばいっすね。ねえ。はい。ということで、もうね、だらだら生きてますよ。で、そんな自分とは裏腹に、君たちはどう生きるかという、宮崎駿監督が、作りました。10年ぶりかなんかよくわかんないですけど、来ました。で、ちょっと初めに言っちゃうと、昔の動画でも僕言ってますが、宮崎駿監督の映画は僕は好きではありません。あのカリオストロの城ってルパン三世のが、昔大人気で確かに面白くってすごいなと思ったんですけども、あれがルパン三世かと聞かれたら僕はルパンじゃないと思う。逆に、ルパン三世のあの30分のアニメシリーズで宮崎駿監督が初めて監督やったあの30分の一番最終回の偽物のルパンが暴れまくって最後本物が現れるっていうあの展開のあの脚本っていうのは僕は逆にね、あれはね、すごいかっこいいと思った。最高にかっこいい、あのルパン三世のエンディングの最終回だったと思ってます。はい、あれはもう本当に感動した。だけどその後の宮崎駿監督のあの少女がいっぱい出てくるような話ってあるじゃないですか。いろんなトトロとかいろいろ、まあ、子供たちが出てくる少女、僕はああいうのってあんま全然本当好きじゃなくて、あれでこれだけの名声と、を掴んだ人が、千と千尋もまあ良かったのはもちろんなんですけども、僕も感動したんですけども、良かったのはもちろんなんですけども、これだけの名地位と名声を、掴んだ人が果たして、もっとね、他のいろんなタイプのストーリーとか、物語とかをもっとできたと思うんですよね。だけどあえてやっぱり自分らしさにこだわってっていうか、自分が興味があるものに、まあついてやってきたとは思うんだけれども、僕はね、もっとね、いろんなことでね、いろんな大人のストーリーとか、子供のストーリーだけじゃなくて、中学生、高校生、大学生、大人っていうふうに、老人とかね、そういったテーマをいろいろこう本当はね、作ってほしいなと僕は、思ってました。なので、今回その例えば今回の君たちはどう生きるかっていうのも、これも基本的にはカバーじゃないですか。だからオリジナルストーリーで僕はもうこのレベルの人たちっていうのは攻めてほしいなっていうのは僕は思ってますね。君たちはどう生きるかっていうカバーストーリー、オリジナルのものじゃなくて、あえてそのね、カバーを、ね、作ったっていうところにね、僕はちょっと、どうかなって僕は思ってます。ただ、こう今ヤフーとか見てると、宮崎駿監督が、なんていうの、CM 広告を番宣、いわゆる番宣っていうやつね、番組の宣伝って、いや番宣やんないで、やったことがいろいろいいのか、良かったのか悪かったのか、またね、作品の評価が良、かった悪かったというふうにね、いろいろ分かれてるようなんですけども、まあ僕は映画見てないので、今後も見るつもりもないんですが、ただ宮崎駿監督をちょっとフォローしたいんですけども、今なんで宮崎駿監督がその、宣伝をやらなかったかっていうのは、多分ね、自分らの、最後の作品として、確かこの君たちはどう生きるかって、10年ぐらい前でしたっけ？約10年ぐらい前に、今取り掛かってるっていう噂が流れて、それっきりになってて、突然こういうふうに発表になってる。で、僕は多分宮崎駿監督は、自分はこう生きたんだっていうね、証をね、こういう考えで、こういうふうな、テーマで、こういうふうな、チャレンジしたいっていうのを、宮崎駿監督は最後に、残したかったんじゃないかなと僕は思ってます。で、それは悪い意味じゃないですよ。で、まあ、いろいろレビューとか向こう見たんですけども、これ2つぐらい、概要欄にリンク貼っておきますけども、多分、その、1つ目なんですけども、まあ、書いてある通りで、番組のね、宣伝をなしでいきなりバンってやるっていうのは、こう昔からもうこういう、アプローチっていうのがあって、音楽とかでもそうですけども、これがね、アーティストのね、スタンスだと僕は思います。挑戦的なんだと思う。
だってさ、自分のさ、監督としてのもう世界的な地位も名誉もあるような人が、わざわざね、番組の宣伝で打ってやるかっていうと、僕やらなくてもいいんじゃないかなと本当思ってます。で、それがまず、一つ、あるっていうのと、あと、時代が、SNS で情報が氾濫してるじゃないですか。で多分、宮崎さんは、こういった、もともと何でしたっけ、学生運動の時代の方でしたっけ、ちょっと僕、背景よく知らないんですけども、まあ、そういった昔ながらの人なので、最後はやっぱりこういうふうに、挑戦的に、世の中に問いたい。今の SNS の氾濫とかの、こう、YouTuber とか、そういったものについて、自分は、そうじゃないんだ。みんな違うでしょっていうことを多分、宮崎さんらしく、監督らしく、こう、訴えたかったんじゃないかなと僕思うんですよね。で、例えば僕も、こんな僕、素人の僕が見てても、どうなのかなと思うんですよ。だって、楽器とか、楽曲とか、様々な才能があるにもかかわらず、YouTube のその再生回数とか、有名になりたいがために、地位と名誉を確立、名前を売りたいがために、再生回数を伸ばしたい。そうじゃないじゃんっていうのが僕の、考えなんですよね。僕もね。で、例えば僕が YouTube やっておりますけども、ね、番組登録お願いしますみたいなのあるじゃないですか。僕一回も言ったことないんです、それって。で、なんでかっていうと、別にそんなね、媚びてね、作品を作ってみんなに見てもらうために、媚びまくってさ、やる人って僕はないと思うんですよね。再生回数とかね。だって、よく考えてほしいんですけれども、再生回数を伸ばす、登録者数を伸ばすっていうのは、明らかに、自分の、例えば、内面に秘めているテーマとは相反することだと僕思うんですよ。本当はこういう音楽はやりたくないけれども、こういう音楽を、例えばレコード会社さんが、もっとヒットチャートで食い込むような音楽を作れよってなったら、作らざるを得ない。で作りました。で、そういった再生回数とか、自分の有名無名のために、有名になるために、やりたくないこともやる。そういったことで、人気を得ていこうっていうのは、僕はどうなのかなと思うんですよね。例えば、ただね、あながち全てがそういうふうなことに、僕、習ってるんじゃないんだなと思ったのが、例えば、アドさん。アドさんが一番わかりやすいんですけども、この今、この間、リンク貼った、ミセスグリーンアップルさんでしたっけ？とか、アドさんとかの、見てると、彼女たちとか、彼らとか、こう、今の、まあ、うちの子もそうなんですけども、アニメーションっていうのが、もう昔の、僕たちの世代という、なんだっけ、タク八郎さんとかのイメージとかそういったものではもう違って、もうこの国を担っていくほどのね、プレイステーションとか、ゲームとかもそう、ゲーマーとかもみんなそうなんですけども、もう音楽自体が、変わってきてる。例えば、アドさんの、曲とか、ミセスクリアップルさんの曲って、この間も私は最強ってリンクありましたけども、めちゃめちゃ難しい。これアドさんの曲もそうなんですけども、めちゃめちゃ難しい。おそらく海外で、これが、アドさんの曲が売れたっていうふうになってますけども、かなり難しいレベルだと思う。そう簡単にはね、カバーできないと思う。それがいいかどうかは悪いと、それは別として、かなり複雑な曲。だけども、質が低いわけじゃない。だから質が低いわけじゃないんですよね、これってね。なので、アドさんの、例えば、詩の内容、これ、なんだっけ、この前、初めに大ブレイクした、社会人として OL がデビューして、なんかやってらんねえみたいな詩の、曲歌ってたじゃないですか。まあ、それが大ブレイクして。だから、ああいったことが僕は、宮崎駿さんが、やりたい、今やっている、君たちはどう生きるかのそのスタンス。アドさんの、そのデビュー曲、名前何でしたっけ？デビュー曲かな？
なんかわかんないですけど、OL の方がこう、そんなの新聞なんか読んでらんねえんだよみたいな、そういうことをね、自分が社会人になってこういう感じだってことをね、多分 誰かの曲なんですけど、よくわかんないですけど、ああいう曲がヒットしている、ブレイクしている。だから、まあ、アドさんとかミセスグリーンアップルさんがやってるようなことが僕は、宮崎駿監督がの今回のその番組宣伝なしで生きてきたやってきたっていうのが、ポジこうね、自分たちの、アティチュード、スタンス態度そういったものなんじゃないかなと僕は思うんですよね。だからちょっと一部の、YouTuber とかがこうそう何音楽も、音楽も例えばはじめ社長がやってることとかっていうのとは別のスタンスじゃないですか。ね、多くの人とか。だから、そのスタンスとこのスタンス、アートを作る、アートを生んでいくっていうのは、また別問題なんだよっていうのを、ちゃんと、ミセスグリーンアップさんとカズさんっていうのは、分かってやってくれてるんじゃないかなと僕は思ってます。だから、彼らの音楽って僕はね、こびてるっていうのは全然感じないんですよ。YouTube とかでいろいろやってます人が多いんですけども、ね、全然その、ね、有名人になるがためになんか全く必要ないですし、むしろアドさんなんか顔なんか出してないじゃないですか。ね、ミセスグリーンアップルさんはまあ出してますけどもね。でもこれね、かなり難しいですよ。ちょっと聞いてる限りだとね。はい。なので、そのあたりが、宮崎駿監督がやりたかったんじゃないかなって僕は感じました。ね、でも監督の意思っていうのはそういうふうにアドさんとかミセスグリーンアップルさんに僕はちゃんと引き継がれてるんじゃないかなって僕は思います、はい、心配することないですよ。僕が常々いつも思ってるのは人間のっていうのは例えば僕が生き方のスタンスなんですけども自然の流れにはね逆らわない方がいい。自然の流れをね変えることってね本当難しいと思うね。もう例えば、本当にそうだと思う。はい、次、2つ目のこのリンク貼ったら間違いなくやってくる2030年問題にマスメディアは対処できるかって、これすっごい面白い記事で、東大の方が書いてる記事みたいなんですけども、ちょっと読んだらね、かなり面白い視点だった。で、要は、僕も、小説、大昔書いた小説にも書いたんですけども、ラジオとかテレビとかっていうメディアっていうのは、どん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 追い越されて捨てられていくんだろうっていうふうに思ってるんですけども、でも、この方の記事っていうのは、そこを受け入れながらも、アメリカは転換させてるって言ってるんですよね。で、確かにその通りなんですよ。この人が言ってる通りで。面白いんですけども、アメリカの人たちがすごいなと思うのが、そこをネガティブでどん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 落ち込んでってしまうようなメディアっていうのを逆に、転換させていってる。ちょっとそれ詳しいことを読んでほしいんですけども。で、日本もじゃあ、これからね、もっと、実は転換させて戦っていける土台がある。一番わかりやすいのが、ワールドカップサッカーのアベマさん。ね、みんな見たでしょ、アベマ。アベマさんが、僕、アベマが出てきた時も当時から、ずっとが、登録してるんですけども、アベマさんがやってることが僕も楽しいと思う。ね、すごいなと思う。だから、ちょっとね、この記事も、ね、読んでほしいなと思います。はい。まだね、だからね、今メジャーのテレビ局の皆さんが、宿泊してる時だと思うんですけども、その宿泊してるっていうのを、上の方の上層部が、ね、僕ぐらいの年齢の人たちが多分上の方になってると思うんですけども、これ切り替えていかなきゃダメですよ、頭を。でも、それなんで切り替えられないかっていうと、しがらみが足にまとわりついてるんです。昔ながらのしきたりとかしがらみが足にまとわりついて大胆な方向転換ができなくて、だから潰れてっちゃってるんです。ね、そこをね、早く変えていかないといけない。で、トヨタさんはうまく変えたじゃないですか。社長を立てながら、そっと追い出してるみたいなね。僕はそういうふうに感じました。ね、立てないとやっぱりまずいだろうなっていうのがね。ね、そんなね、そんな忖度してるからね、この日本はね、スピードに負けちゃってるんです。スピードについていけないのが一番まずい。ね、30年間何がまずかったかっていうと、
上に忖度してスピード感をおろそかにしたこと。だから日本は全てにおいて負けたんです。若い人はよく覚えておいてください。はい。そんな感じです。今日ね、ちょっとね、宮崎駿監督がね、すごい人だなと思ってね、これだけのね、有名監督が、アニメのね、有名監督が、番組の宣伝、番宣をやらずに、メディアを使わずに、一切、いきなりね、公開に踏み切ってるっていうのはね、ちょっとね、世界中を震わせてるんじゃないかなと思います。で、書きましたけども、もしね、これが失敗してるような、しちゃうようだったら、当然ね、配給会社は、ね、こう、テレビとかでメディアで番組宣伝をやりますよっていうことのためにクレジットされてるんじゃないかなって僕は感じました。ね。ね、失敗したら失敗したので、ね、番宣やればいいじゃないですか。宮崎駿監督だったらね、こんなのいくらだってね、後でね、お金なんか回収できますよ。お金についてはですよ。ね、10年くらいお金費やしてるみたいですからね。それは回収しなきゃいけないんじゃないかなって僕も思うので。ね、すごいですね。でもね、こういうことができる人ってもうね、このレベルの人しか、もう裏を返すとこういう大胆なことができる人っていうのはこの監督とか、有名監督、有名になったからこそこういうことができるわけであって、例えば、デビュー当時の、人たちとかっていうのは当然こんなことはできないで、ね、命令を聞くしかないですし、逆に有名人なのに何にもやらない人たちっているじゃないですかね。有名なのに危険をの扉を開けようとしない人たち、それはね、僕はね、卑怯者だと思う。アーティストのね、とか言わないでほしいなと思う。こういう大胆なことをできる人がもうね、宮崎駿監督はもう自分が死んでいくっていうのをね、側の人間だからってことでやりたいようにやってると思うんですけども、宮崎駿監督こそがやっぱりアーティストですね。やっぱりね、この、態度、スタンス、心構えっていうのはね、多くの人、若い人たちとか、僕ぐらいの、下手でな世代に、のアーティストっていうのはよく見てほしいなと思いますね。そんな失うもさ、初めからさ、ゼロからスタートしたくせにさ、そんなさ、金とか名誉にしがみついてね、最後は全てを失うぐらいね、自分でやりたいことね、やっちゃいなよ、本当にね。そういう考えだと思いますよ、宮崎駿監督は。ではでは、じゃあね、またね。